ごい近づいてきます、ここので、はい、怒ってますか？怒ってます。2、3、4、5、7、8、あと1枚何入ってきてるのかってにっていうふうに言ってます。全部終わったらちゃんと供養するんでごめんなさい。もう一回お昼に入れちゃいましょう。預かりますけども、はい、それに続けちゃいましょう。はい、これが、はい、お願いします。お願いします、はい。さっき撮ってる時にカメラがすごいもやっともやけたんですよ。人を囲まれてた、ここに囲まれてました、はい、ちゃんと最後お話しください。はい、はい、大丈夫です。大丈夫ですけどね。この建物の前にいっぱい人がいまして、はい、シャッターを切った時にこれが人玉になります。オーブではなく人玉。人玉、はい。顔にも見えますけどね、あのいっぱい本当に人が何十人以上いまして、うんうん、ちっちゃい子供から、まあ、本当に年齢が上の方までいまして。時代的にはいつぐらいの人ですか？着物の方もいれば、うん、昭和風のこう、はい、まあ、服装もいたので、はい、本当に世代を超えていろんな例がいました。なんでこう集まるんでしょうね。もともとも水が近いんですけど、例、うん、が一人、二人いると、うん、どうしてもやっぱりその例もそっちの例を頼って、うん、だんだん集まっていくんですよ、うん、同じ思いをして亡くなってるんで、うん、顔に見えますよ、女の子。なんとなくそんな気がする。あ、これですね、はい。この後ろって何かありました？あの、これ、あ、これ車ですかね。車ですね。スタッフの後ろにいたんですか？はい、取り囲まれるようにいたので、うん、すぐお払いしてその場で、うん、もうついてないですか？大丈夫ですか？はい、ついてないです。ここも？はい、ついてないです。じゃあちょっとそろそろお払いしていきましょうか。そうですね、ここで、いや、あの、危険ですかね、たくさんいるんで、うん、供養していきます。線香をあげて。いや、線香とかやんない方がいいと思います。あ、そうですか、うん、ここだとちょっといっぱい人がいるんで、うん、近くなんか公園
とかの方が嬉しいです。このでもこれお花じゃなくて、はい、うん、ついてくる可能性も高いです。なるほどなるほど。誰を他のところに移動して、そうしましょう。じゃあ移動しましょう。はい、下まで降りましょう。ここです。ついてくるんですか。ついてきます。はい、家に帰った後に安全、本当に何もいない場所でお祓いをした方が、その後悪い現象が起きるってことはないです。さっきスタッフの後ろにいるってお祓いしてる時にちょっとカメラがまた変になったんですよ。どういうなんかモワーって顔になったり、うん、本当に10人ぐらいの方に囲まれてましたよ。後ろにパッて見たら最初気配感じて、うん、こんな気配感じておかしいよなと思って囲まれてたんで、動かないでもらっていいですか。はい、大丈夫です。ちょっと、ちょっと照らしてもらっていいですか。そのまま。本当に心霊スポットって、一般の方は行かない方がいいと思います。仮に心霊スポットに行くんであれば、最初に神社もしくはお寺でお祓いをして、でその後家に帰らずもう一度神社かお寺でお祓いをしないと、家に入ってくるケースって本当に高いんですよ。プロの方にお祓いをしてもらうまでは、まあ、どこかで待機して、それからお祓いをしてからぜひお家に戻った方が安全です。まあ、一番は行かないことがいいんですけど。どこでやりましょうか。もっと離れた方がいいですか。はい、離れて、公園っぽいみたいな、こう、あと大きい駐車場があればそこでお祓いができますので、ここはちょっと声大きく上げてしまうと通報されそうなんで。本当広いところだったらパーキングエリアの隅とかが一番いいんじゃないですか。本当はい、そこだとそこそこ明るいから照明もいらないし。はい、先生、はい、人って運がいいとか悪いとかってすごくあるじゃないですか。はい、そういうのってやっぱり名前関係あるんですか。もちろん関係あります、はい、名前っていうと姓名判断あるんですけども、はいはい、多くの方が画数だけで生年月日、すいません、画数だけで名前を調べてるんですけど、はい、姓名判断は実は6種類の見方で見るんですけど、はい、でそのうちの一つに母音の見方ってあります。母音、はい、言葉にはあいうえおってこう母音がつくんですけども、はい、その母音の見方っていうのは、はい、あいうえおのあは頭脳を表しており、はい、いは集中力、うが行動力、えあいうえおのえはカリスマ、おは流行っていうふうに見るんですけども、実はこの母音が大事なんですよ。はあ、例えば過去の人物で言うと織田信長っていたと思うんですけど、はい、織田信長の母音を見ると織田信長、あが2つの、まあ、入ってんのがあとうとおなんです。で次に豊臣秀吉っていう武将がいたと思うんですけど、豊臣
ここだけで王が3つ入っておりまして、はい、豊と身で陰になります。ひでようしあが入んないので、はい、まあそれほど頭脳としては他の武将と比べて、まあ、あまり強く、まあ、強くはないようというふうに見ます。で最後に天下を取った方徳川家康を見ると、徳川家康なんと母音が全部入ります。あいうえお名前は全部入った方が、まあ、本当に強いんですよ。母音安室奈美恵さんいたと思うんですけども、安室奈美恵さんの母音を見るとあむろなみえ全部入ります。安倍晋三総理で見るとあべしうんの場合は前の母音がもう一個入ることになりまして、しは愛で愛が二つ入るって意味です。しうんしんぞうで見るとあいうえを全部入ります。本田圭佑、大谷翔平、内村航平、白井健三、海外でいうとマイケル・ジャクソンとか全部入ります。バンド名でいうとミスター・チルドレン、ラルク&シェールとか、まあ、全部入ってた方が強いんですよね、ボイって。それは何から、その母音が強いっていうのは何から導かれたというか。もともとは陰陽道の姓名判断でして、この母音が全部入らないと、まあ、強くはないとか、本当に全部入ってた方が強いので、まあ、あの今のまあ有名な女優さんでいうと剛力彩芽さんとか全部入ります。法人でいうとあと絵と尾が入らないといけないんですけども、あはもともと頭脳でして、カリスマが最低2個か流行が最低2個、またはあが1個カリスマ1個王の流行1個が入らないと弱いんです。大手のソフトバンクであればソフトバンク、あが2つにうが2つに王が2つという風になります。楽天であれば楽天、あが一つ、うが一つ、えが二つ、カリスマが強いって意味です。アマゾンであればアマゾン、あが二つの、おが二つ、トヨタとかもあが二つ、トヨタであればおが二つのあが一つ、まあ、ホンダであればホンダ一緒です。おが二つのあが一つ、もちろん全部入ってた方が強いので、今後子供さんの名前を考える方がもしいれば、画数よりも母音が大事ですので、ぜひご参考までで。本当に強いですよ。名前あいうえおが全て入ると、名前が強いとやはり生命、生年月日でいい生年月日じゃなくても、その分ちょっとパワーアップするんですよ。何かあった時にこう助けが入ったりとか。およそ700m 右です。大丈夫ですか？ありがとうございます。なんか入ってきました？